白昼堂々立てこもり事件が発生しました。昨日のお昼過ぎ、うっかりおならもして笑われた横浜市が恥ずかしさのあまり公園のトイレに立てこもってしまいました。トイレが使えないという緊迫した事態に当たりは当然としましたが、友人の長時間にわたる説得の末、横浜市はちょっと照れた顔で出てきました。